Hello YouTube, I'm です。The Sims 4 Play 続きやっていきたいなと思います。今回も平和な鷺ヶ原家をご覧ください。ですね、ただいま、娘はですね、あ、やばいんだけど、どうしよう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 。めちゃくちゃやばい状態になってます。っていうか、娘、ちょっとご飯は置いといて、ちょ、これも片付けて、もったいないけど、片付けていきたいなと思います。で、テーブルをセッティングしてって、ですね、何しようとした？あ、そうそうそう、これマナーとかですね。あ、思いやりが上がってってますね。いい感じだわ。はい。あ、そうだ、おかん仕事行ったんですよね。一生懸命働いて。で、おとんなんかご飯作り始めた。全然 OK です。とりあえずなんか、こう空にしてほしい。ピザ作ってるのかーいてん。娘はね、お皿を並べている状態なんですけれども、これさ、お医者さんごっこやると確かね、思いやりがね、上がったはずなんですよね。どうだったかな。覚えてないんですけれども、娘を待ちたいなと思います。ましたね。おおおお。あ、かわいい。お医者さんごっこしてますね。またなんか盗んできたよ、梅か。もう。あ、眠いってなってますね。寝ましょう。あれ、娘、これはどうなるんだ？思いやりが上がるのかな？ちょっと見てみましょうか。あ、思いやりのメーターがどんどん上がってってますね。あ、いい感じですね。これもいいんですけれども、責任感。あ、弟と一緒にボランティア行きますか。時間あるし。どんどんね、休みの日とかは子供たち連れてボランティアに行った方のが早いんですよね。この思いやりが上がっていくのが。まあ、どんどん、上げていきたいなと思います。じゃあ、梅子はね、眠りにつきたいなと思います。あ、気絶してしもた。おはようございます。やってまいりました。ということでですね、着替えてイン。一人のシムがヒメリをわざと抜かし、じらすようにすぐ前を歩いています。なるほど。競争を仕掛けられています。さあ、どうしましょう。相手を無視します。他人と争うのではなく、自分と争うのがこのウォークの目標です。ヒメリはそれを思い出し、怒りを込めて相手のシムを睨みつけました。すると相手は恥ずかしくなったのか、ヒメリと目を合わせられなくなってしまいました。少しやりすぎたかもしれません。なんでやねん。思いやりが下がってもうてー。頼むよ、カウルプラント。今回もダメなのか。あ、炭蔵門が同じ参加者の横を通り過ぎると、相手はフラフラでとても一人ではゴールできないありさまであることに気づきました。これはどうしましょう。手を差し伸べるか、歩き飛ばす。いや、差し伸べましょう。炭蔵門はシニアのシムに歩み寄ると、ちゃんとゴールできるってほらさあ行こうと声を上げ、その腕を強く引っ張りました。相手のシムはその勢いに、なんかとりあえず転んでしまったからなんかダメだったみたいな、大きなお世話ですみたいな感じだったらしいです。悲しみや。ん？あ、評判良い。ありがとう。さ、子供たち帰ってきたので、眠りにつきたいなと思います。おもりますってなんだ？思います。じゃあ、うんたろうは、トイレして、寝ましょう。あ、洗濯機終わってますね。取ってしまいましょう。あ、かわいい子供たちよ。楽しかったかい？何を壊したんだ。で、グラスを注いで、映画を見ましょう。注いでまーす。閉めまーす。バーテンダースキル取得しました。おお。
これはホラーじゃないの？あら、あらららららら、ら、いいじゃないの。出ちゃったよ、ほら、おててが。あー、来ましたねー。増えた増えた。立ってみるんきゃーい、座っちゃいなーよー。あー、子供が、子供が、いよいよ乗ってるよ。陽気すぎるだろてー。ほっこりするハッピーエンドでした。また何か始まるの？何？同じの始まるんけーい。あれ、またなんか作ったの？これ、待って、なんか食べますか。梅子お腹空いてるから、なーに食べようかな。残り物、梅子、あ、やばめ。やばめ。あ、やばめだ、これ。これはいかんやつです。だいぶ。ええ。ちょっと、うんたろう、真剣に。あ、びっくりする。真剣に見てるところ悪いんですけれども、出かけましょうか。朝、朝？あ、なんか、今行く？今行こう。お花りビーチに待ってまいりましたじゃない。やってまいりました。よし。投げ物。100円投げて、願い事しますか？いや、1000、1000投げよう。1000投げよう、1000。1000投げて。もう、このね、ちょっと、待って、待って、待って。いや、アングルがおかしいって思ってたら、なんか、なんか、神々しいけど、満足のいく捧げ物ではありませんでしたとかって言われた。とりあえず、え？でもこの神様の帽子かぶってるんで大丈夫だと思う。それを信じて。願い事をしたいと思います。若返りを願う。キムロヤ。お願い。あ、黒い煙が。え、やばくないですか？あれー、あれー、たい、どうしたの？ねえ、ゴーストになっちゃったよ。永遠の若さ、ゴーストと、そういうことなの？ゴーストとなり、ウンタロウは永遠に今の年齢のままでいられます。願いが叶いましたね。え、この結果に不満ですか？だって。え、そういうことだったの？まあでも、ある意味。いや、おかんと同じ道たどっとる。おかんと同じ道たどっとる。ねえ、わかるよ、その気持ち。ちょっと待って。帰ろ、もう帰ろ帰ろ。でも息子たちと一緒にいれるからよかったね。食べ物放置。ちょっと待って、ゴーストの状態でさ、ボランティア行けるの？行けちゃう、行こう。ボランティア、
息子たち連れて思いやりを上げていきたいなと思います。ほとんども。息子は？息子よ。息子ー。だいたい息子後だよね。のんびり屋さんか？おかん。ジョンおちとんがですね。ゴーストになってしまわれた件なんですけれども、気づいていらっしゃいますか？気づいてないようです。おかん仕事かな？あ、仕事ですね。じゃあ仕事前までちょっと眠りにつきましょう。息子たちはまだ帰らぬ。おやすみ。お。ヒメルはビーチでゴミ拾いをしていて、誰かの落とした、また財布ですか、持ち主に返したいなと思います。帰ってきました。おとん機嫌がいい色してます。じゃあもう一回ボランティアに行きたいなと思います。どんどん続けましょう。休みなのでね、これで思いやりをどんどん上げていきましょう。子供たちの思いやりは、どこまで上がったんですかね。あ、いいですね。いい感じだわ。あ、ひめりは一つのゴミ袋をめぐり、二人のボランティアが口論しているのに気づきました。この口論に参加する感じですか？どうしようかな。仲介。くぅ。ヒメリが口論を止めようとしたところ、口論の馬鹿らしさに気づき、全員で仲直りすることになりました。いいですね。あ、おかん仕事行きましたね。一生懸命始めましょう。始める？働きましょう。おかえりー。あ、多分ね、これで最後行けば、ボランティアあと最後行けばマックス来ますね、これ。また行ってらっしゃい。最後です。最後だよー。最後だよー。頑張っていってらっしゃーい。うんたろう帰ってきたら寝て、息子トイレして、お風呂入って、娘帰ってきたら寝て、息子はお風呂から上がったら寝て、OK。あ、三蔵門は一つのゴミ袋出た。こういうこと。はい、ありがとうございます。ここから帰ってくるの見ますか？この窓から。帰ってきました。お帰りなさーい。イムオロジー。いいね。みんな思いやりマックスじゃない？そんな、マックスっていうマックスではないのか。なるほど。ねえ、梅子またなんかパクってきたよ。今度何？マッシュルーム的な？とりあえず寝ましょう。うんたろうは仕事行かなきゃならぬ。ゴーストでも、ボスの仕事があるんだ。おやすみ。梅子ね、起きたので何か食べ物を食べようかな。何だっけな。開く。いろいろある。これでいいかな。やってまいりました。おかん。マックスだけど、もうちょっと生きてくれるかい？無反応です。何？ああ、びっくりした。もう行っちゃうのかと思った。息子、暴行と食べ物が何か欲しいみたいな感じになってるので、な、これ。こうして、飲み物は、どうしようかな。どうしようかな。バンタ？で、なんか、チャンネルを見よう。あ、ゆめりちゃん、おトイレしてたのね。煙出てる青い煙や。やってきましたね。じゃ、片付けていただきましょう。マナーがね、上がるので、結構、うちの子たちの育ちが。思いやりはクリアしたんですけど、感情のコントロールがね、ジョギングしないといけないのがめんどくさいですよね。ああ、壊した。
これはおとんの出番ですね。え、あ、おかんも、おかーん、おかーん、あーら、おかーん。このタイミングで、あ、じゃあ、じゃあ、アングルー。おかーん、このタイミング、あれ、おかーん。あとこういう感じで見ますか皆さん。あーひめり隣おかん倒れてるけど、ひめり気づいたひめりやん。食べ物持って大事、食べながら見るって何ですか。さすが宇宙人、感情が、もしかしたら感情が、おかん。でも音間に合ってよかった。ねえ、死神さん、イメリアチアチアチとかじゃなくて、死神さん、おかーん。こちら、おかんの骨になります。はい。ということでですね、今回はキリがいいので、ここまでにしたいなと思います。うん太郎はね、ギリギリ間に合いました。まあ、おかんと同じ道を行ってるような気がするんですけれども、次回をお楽しみに。この動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、ぜひお願いいたします。また見てね。今泣くんかい。あ、閉めるから、わかってるね。you